眠れないあなたのための安眠トーク。今回も安眠研究家の堀田先生をお招きして、皆様を心地よい眠りの世界へ誘いたいと思います。堀田先生、今日もよろしくお願いします。メリークリスマス、うん、and happy new year。 今日はね、皆さんをね、眠りにつかせようと思ってね、今日もまた会えたの本当嬉しいよ。君たちにまた会えるかなーってずーっと夜も眠れずずーっと思ってたからね。ハッピーニューイヤー。そんな先生のファンいないですよ。うん。あ、いないか。あ、そうですか。そんな話でキャーってなるほどそんな先生のファンいないです。いや、なんかフミヤがね、この間のライブで。フミヤだったらまあ、話してますからね。うん、いいね、フミヤはね。成立しますからね。かっこいいね。あんなメガネかけても大丈夫ですからね。そうなのよね。うん。いいですね。ほんと羨ましいな。で、この間藤井フミヤさんがね、はい、あれ、なんだっけな、ダイヤル、あの子に伝えてまた好きだよとっていうのを、生ギター一本でやってたんですよ。へぇ。おいしたらね、近くで聴いている男の子が泣きながら感動して。へぇ、うん、泣くような歌でしたっけ、それって。ね、泣くような歌じゃないんですけど、いや、だけど生で聴いて、昔聴いてた曲を、直で本人が生ギターで歌ってくれるってすごいことなんだなぁと思って。まあ、そっか。いや、すごい夢を与えられる職業をついてるんだなぁと思ってね。確かにそうかも。羨ましいなと思った所存でございます。僕もそういうことやりたいな、うん、と思いましてね。先生歌って誰か泣くってそういうこと、まあ、誰か泣かせるというか、そうやってなんかこう、感動させる、そういう人を感動させられるってことできるかな。いや、できないでしょ先生。なんでできないのかな。ふざけるからじゃないですか。あ、ふざけるから。はい。あ、ね、ふざけなきゃいいの。ふざけないとまだ少しは近づくんじゃないですか。あ、本当？ただそれだけじゃダメだと思います。一回やっぱヒットしないとダメじゃないですか。最近なんかヒットしたことは？はい。最近私たちがやってることってヒットしたことは？ないです。あ、あれだ、なんだ、校長先生のやつヒットしましたね。あ、まあまあヒット。あ、そうですね。あれはちょっとまたやってほしいって声がね。ああ。多数寄せられて。はいはいはい。うん、特にやっぱ中学生バージョンが良かったっつって。おー。うん、言うんでね。はいはいはい。うん。もう、じゃあしょうがない。じゃあ、中学校の校長先生よく寝れるっていうから。ああ、その声ありました。なんか言ってました。まあ、確かに、校長先生の話は確かによく眠れそうですもんね。そうそうそう。うん、そうそうそう。いや、これ皆さんにも知らない人はあれだけどね。まあ、本当に私たちの話を聞いてても、あんまりよく寝れないよと、うん。で、寝れる話をしたいんだったら、うん、校長先生のぽい話をすれば寝れるんじゃないかというコメントをいただいてね、案をいただいたんで、うん、ああ、それは確かにそうだって言って、うん、校長先生の話をするようにしたら、もうみんなね、一発でね、ケロッとね、寝れるようになって。本当ですか？そう、うん。っていうことなんで、うん、校長先生の話ちょっとね、うん、また今日も活かしていただければなと思って。わかりました。うん。あれ、関谷さんすごいね、あれね。校長先生喋ってる間と、山崎さん喋ってる時と、また、あれでしょ？オンオフしてるでしょ？あれ、ここから。あれ、めちゃくちゃめんどくさそうですよね。大変そうですよね。めんどくさいっていうか、大変そうですよね。うん。そうだったと思うわ。うん、ちょっと、それは言ってもね、うん、これ仕事だからね。しょうがないですね。うん。はい、はい、行きまーす。じゃあ、お願いします。チェック、チェック、ワン、ツー、チェック、チェック、コーリー、チェック。いや、チェック、ワン、ツーいう校長先生いないし、そんなんですか、その、チェック、コーリーって、その、キャンプソングじゃないですか。いきますよ。はい、じゃ、校長の堀田です。よろしくお願いします。はい、今日はみんなね、これからね、冬休み入るって言うんで、みんな、嬉しそうだな。先生もね、みんなに5つのお約束を守ってもらいたいと思ってね。冬休み必ずこの5つの約束守らないと冬休み入れさせないよね。
PTA が何つったって構わないよ。校長先生なんだから。私は校長先生が言うことは絶対だ。いや独裁、いやそんなことを言わせるな。いいかい、正しい独裁というのは絶対に必要なんだよ。独裁がダメと言って民主主義にしたら、最終的にはそこにはね、武器で押さえつける社会主義ってのは待ってて、結局元へ戻るんだ。先生ちょっと待って、ね、ちょっとね、校長先生の話にしてはちょっとね、なんつったらいいんだろう、うん、思想が偏ってる、うん、偏ってる、ちょっと、あ本当、うん、もう少しやっぱりこれからほら、はい、未来ある子供たちですから、いろんな可能性あ、はい、上げたいじゃないですか。あそうかそうか、うん、なんかちょっとね偏ってるような気がするな、うん、あ、まあ皆さんをね、これは、うん、架空の校長先生ですから、これ皆さんを眠りにつかせるための校長先生ですから、ね、はいはいはい、あ、おいじゃあ行くよ、 お前お前先頭のやつ、お前何食べてんの、くっちゃ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 、何だお前それスルメかお前先頭のやつがスルメを食うな、お前。どこでも、お前、その袋はどこにあんだ、袋は教室、じゃあそれだけ、ずっと一本のスルメをずっとくっちゃくっちゃ、くっちゃくっちゃ食べて、お前、お前、女子なんだから気をつけろ。女子だったんだ。スルメ食ってたの女子だったんだ。うわ、まさかの女子。完全に男想像してた。お前、おい、後ろい、おい、おい、お前だよ、お前。お前、なんだ、そのネクタイ。ネクタイちょっと違うんじゃないか、これ。こう、お前のネクタイはなんか違う模様がついてるぞ。いいのかな。お前、後で職員室来い。はい、はい、注目。はい、注目。はい、はい、5個の、約束ごといいかい、まず一つ目。いい？これ一つ目。重要だぞ、肝試しで廃墟に勝手に入らない、これね、ほんとね、今までね、先生何回もこれ言うんだけど、必ず入るやついる。これはね、みんなね、廃墟には入ったら何がいけないかって言ったらね、必ず霊がいるんですよね。で、廃墟に入ると必ず霊が一番最後のやつについてくる。その廃墟から出るときが一番危険ね。で、後ろ一番後ろのやつの背中についてくるんです。この霊はもうね、その後ね、その霊がついたら、その人は例えば次の、日とか怪我をしたりね、病気になったりとか、よく先生話聞くんだよね。じゃあお前どこ行ったのって言ったら、いや廃墟行きました。ああ、行っちゃったのかお前っつった。いや先生、これ校長先生が冬休みの前の5つの約束のうちの1個目が、うん、肝試しで廃墟に入らないでくださいって、これちょっといくらなんでも限定的すぎませんか、うん、特集これね、言わないとね、みんなやるの、中学生はね。そうなんだ。みんな興味津々で、もうみんな冒険家、誰もが冒険家、みんながピーターパンだね。フック船長だ、いわば私は、うん、そうなん、敵じゃんそうなんですよそう、みんなもピーターパンですから、いつまでも冒険したいわけですよ。その冒険したいやつがこの現代社会において冒険できる場所って言ったら、うんうん、何かって言ったら、あれでしょ、もう廃墟しかないでしょまあ冒険って言ったら、まあそうですね、近場で冒険って言ったら廃墟ぐらいか、日帰りで帰ってこれるのって言ったら、そうかそうか、うん、だからやるんですよ、そういう廃墟ね、入るなと言って入るんです。いや、5つ目のその約束のうちの5個ぐらい、5個目ぐらいにしてほしいな。5個目ぐらいにしといてもらえば、なんかね、うんうん、あ、校長喋ることなくなったんだなって、あいついつ考えてなかったんだなってなりますけど、1個目からそれ出しちゃうと、あれもうあとしか続かねえや、1個も考えてなかったんじゃないのってなっちゃいますよそれはもう少しオーソドックスなやつ入れてもらった方がね、なんかその場で考えた感がちょっとな、なくだからすごいな、ね、みんなね、寝ちゃうから、最初から当たり障りない話しちゃう。いやいや、寝かせるのがもう、ああそうだった、そうだった、そうだった、何のために校長先生の話で寝かせないつもりだったんですか先生、もしかして。いや、ごめん、勘違いしちゃったですよね。失礼いたしました。はい、おい、行きます。はい、2つ目いくよ。はい、いいですか。必ず、一つはね、家族のためのお手伝いをしてください。うんうん、家族はみんな、師走といって12月からね、
1月この冬休みの期間一番1年間で一番忙しい、季節なんですね。君たちはもう中学生、もう大人ですね。もうついてるもんついてんじゃねえかお前。それ何ですかそれ。おいお前、お前ちょっと胸出てきてんじゃないか。いや僕はアウトです先生それそれは、そういうことをね、うん、校長先生がその女子生徒に向かって言ったらもうそれアウトです。あ、お前まだスルメ、前まだ早くスルメ食っちゃうよ。まだ食ってたの。お前片方のこっちが俺が食っちゃうよ。いやそれボッキーゲームみたいな、そういう合コンみたいなことないな。しかも下品な。はい。じゃあ3つ目いくよ。3つ目。はい。いい？みんな、お金は大切にしてほしい。ね。バイトをする、あれバイト中学生ってする、してもいいんだよな。いやいや、中学生あんまりバイトしないじゃないですかね。今の中学生しない。昔もね。あ、しない。ああ、そうですか。あれですよ。戦時中とかそういうのはわかんないけど。うん。いや、でもね、お金は大切だぞ。お金っていうのはね、欲しいものがあったら、それは買ってもいい。ただ、今欲しいと思うそのものは、本当にお前のために役に立つか立たないか。まだお前は、お前ら判断できないはずだ。うん。本当に将来お金が必要になった時、本当に将来のために必要なものを買う時のためにね、どうか今あるお金、極力、貯金、いや、投資しといてほしい。貯金だけじゃダメです。貯金をしたってダメです。日本円の価値ってどんどん年々下がるからね。だからこれ必ずね、何か物に変えてください。うん、よろしくねって。それ、三つ目でしたっけ今の。三つ目。投資か。いや、まあ、あれですね。中学生の、まず、投資する元手がね、あれか、お年玉か。冬休みだし。確かに。そうか、確かにお年玉をそのまんま、アホみたいなやつ使っちゃうよりは、うん、この機会に投資の勉強したら、まあ、いいかもしんないけど、それ、5つ目のうちのこれ全然なんか もっとあるでしょ。なんかあのほら、うん、中学生っぽいなんかなんだろうな、うん、なんだろう、一日何時間勉強しろとかなんか、あ、そういう話が寝れるんじゃないですか。そういうやつね。なんかどうでもいい、なんかそのそうですね、うん、あ、オッケー分かりました。はい。おい、じゃあいいかい、先生今何個目まで行ったの。3個目かな次。いいかい、あのな先生な、普通だったらこんなこと言ったら怒られちゃう、教育委員会からクビになっちゃうよ。だけどな、お前らのために一つ言いたい。いいか、必ず恋愛はしろ。お前らは必ず将来子供を産む、お父さんになる、お母さんになる。それのための練習を冬休み、クリスマスというチャンスでやれ。いいか。いやいや、俺なんかどうせ恋人できねえし。いやいや、違うんだ。頑張ってしろ。頑張って、そして恋人を作るんだ。いいか、恋人が作れないやつは、原因があるんだよ。それ何かって言ったら、高望みしすぎ。今ね、アニメだったりで、アニメの出てるみんな美女だよな。うんうんうん。アイドルは美男子でイケメンだよな。うんうんうん。でもそれ現実じゃねえから。確かに。お前らそんなもん見てるとどんどん敷居上がっちゃって、現実が情けねえなっていう話になって、それで恋人作んねえだけだろ、どうせ。いいかい。ねえ。いや、先生、ちょっと待って。現実見ろ、お前ら。先生、ちょっと待って、そんなこと考えてる中学生、さすがいないでしょ。あの、アニメに出てくる、そのヒロインとかヒーローみたいなのが、付き合って、いないですよ、さすがに。しかもそれ。まあでもね、本当にね、先生、悪いこと言わないから、ね、手の届くところで、簡単にでもいいから、コンビニエンスでもいいから、簡単に恋愛しろ。いや恋愛っていうのは一番大切だぞ。おい、ゆきよ、ほんとに。恋愛っていうのはね、表に出さない隠れた気持ちを探る思いやりの練習です。いいで
ですか。はい、前の人聞いてたか今。聞いてた？あ、言ってみ？あ、言ってみ？あ、言えないじゃん。はい。校長。もう一回言うよ。いい？恋愛とは、表に出さない隠れた本質を、見抜き合う練習、思いやりの練習なんです。いいですか？よく覚えておいてくださいよ。はい。これが冬休み、やってほしい。四つ目でした。まあ確かに重要かもしれないけど、まあそっか、うん、まあそっか、恋愛をしなさいね、うん、でもそんな校長先生今聞いたことないけどね。いない。うん、うん、じゃあ最後の5個目、はい、当たり障りもないやつ行きます。はいはいはい、うん、待ってました。ああいいですか。はい、うん、はい、じゃあ5個目いくよ。はい、いいですか。クリスマス、うん、クリスマスといえば、いいかい、お前らサンタになろうとするな、ね、もうサンタ、お前がサンタじゃないんだ、うん、お前はねサンタになろうとするな。いいですか。皆さんはクリスマス、どうかね、他の人に何かを一つでもいいからしてあげてください。それサンタじゃん。え、サンタじゃん。うん。サンタになろうとすんなって、めちゃくちゃ当たり障りあるじゃないですか。あ、そっか。はい。じゃあ、心のサンタになりなさい。どういうこと。おい、お前ら、ケーキ食べすぎんなよ、お前。はい、じゃあちょっとね。じゃあもうみんな体壊さないようにね。これから大災害が来るかもしれないけど、お前ちゃんと生き残れよ、お前ら。よし、じゃあ今日は校長先生の話はここまで。あとはホームルームでね、担任の指示に従いますよ。はい、よろしくお願いします。はい、では、校歌斉唱。空に富士の雪白来た先生、はい、めちゃくちゃな校長先生だね。そんな鼻歌混じりでなんか演歌みたいなその効果歌うのやめてもらっていいですかね先生。なんかありがちでしょ。いやいや、ない、うん、ありがちじゃないですね。あ、そうそうです、はい、うん、まあメリークリスマスってことね、うん、しかもすごいクリスマスにこだわり持ってる先生ですね、校長先生。だから年末だしね。そうか。年末なんて言うことないじゃないですか。そうか。うん。いや、ありますけどね、もっとね。まあちょっと、おまけに、はい、ホームルームの。あ、わかりました。ね。はい、シーン。まあ、体育館で校長先生の話を聞いた生徒が教室に戻ってきて、はい、そしてこれから冬休み入るって時、はい、最後に担任の先生が生徒に聞く、はい、やつ。おーい、おい、注目。はい、注目。はいね、明日からだね、冬休み。お前、ハメ外すんじゃねえぞ、お前。B 組ですね、それ。そこ、うん、3年生だな、しかも。おい、いいかい、よ、あい、あい、今、やいちが言った。はい。B 組確定だな、これ。はい、今、やいちが言った。B 組確定。ね。うん、B 組確定。うん、よくわかる。やいちか。いいですか、これからね。新しい年を迎えるね。来年何年だか答えられますかね。答えられないでしょ。うん、確かに先生だって分かんないよ。かんない。みんなね、今のね時代っていうのは、今の時代、今の何年かも分からない、来年来る時も分からないね。行く年来る年、来る年のことばっかり考えてると、今行ってしまう去る年のことを忘れてしまうんです。でも去る年のことが分からなければ来る年のことも分からないんですよ。いいですか。はい、温故知新、こういう言葉があります。これは古きを温め新しきを知る。はい、新しいことを今若い人たちはみんなね取り入れることばっかり考えてる。そして新しいものに飛びつく。新しいものからちょっと遅れると、遅れてる、お前遅れてるってことがある。ところがですよ、その新しいものってのは必ず古いものを、大切にしてこそ初めて新しいものを本当に受け入れることができるんですね。あー、よいち、おい、お前。お前はさ、どうだろう。
お母さん、お父さん、いくつになった？ねえ、いいかい？お母さんの大切だろ？でも本当に大切にできるかどうかっていうのは、今度お前が大きくなった時にお前の財産次第なんだぞ。お前、家あるだろ？実家あるだろ？でもね、お前が親を面倒見れるにはお金が必要なんだ。そうだな、お金が必要。はい。お金がなければ親の面倒を見れない。でもお金を蓄えられるかな、今のお金の価値って、あ、その時も一緒なのかな、実家を売らなきゃいけなくなるんじゃないかな。はい、そうですね、お金は大切にしてください。はい、よく考えてくださいね。いいですか。12月クリスマスね、クリスマスね、プレゼントなんかもらったらそれを売りに行きましょう。そしてお金に変えましょう。そして資産価値のあるものだけを物に、家に残しておきましょう。先生から言うことは以上です。すごいな。はい、3年 B 組の口調はそのままに、絶対言わなそうなことをオンパレードで。ありがとうございます。いや、とんでもないです。はい、そっか、これ寝れたんすかね、聞いてる人。いい年を迎えてください。そうですね、コメント待ちましょう。はい、じゃあ先生、今日もありがとうございました。お前ちょっと腹出てきたんじゃないか。